こんばんは、対談の時間になりました。今日は、SNN、映像制作部のエディ、ダーウィンさんに来ていただきました。エディさんよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日は、VWBC にお招きいただきましてありがとうございました。いや、ご丁寧にありがとうございます。こちらこそお願いしてね、忙しい中来ていただいてね、よろしくお願いいたします。ではですね、まず最初にですね、自己紹介からお願いいたします。ですね、私は、セカンドライフをですね、2007年のですね、夏頃から始めまして、当初はですね、会社の上司から、元上司ですね、正確に言われまして。なんか、セカンドライフでちょっといろいろこう、ビジネスになりそうなことを考えてほしいというふうに言われて、まあ、職場の同僚何人かと同じ共用アバターでですね、はい、始めたんですが、はい、なるほど。翌年2008年の正月からですね、自分のアバターを持って始めるようになりました。ですので、最初から新人アバターのくせに、こんな格好をしていたと。もう2008年から、ずっとこの格好でおります。後ろにもありますけど、大変有名な方、有名な方というか、ただ単に有名というか、皆さんお使いになっている有名な方の写真も後ろにありますよね、アバターさん。そうですね。最初はいろいろ芸能人とかのでね、そっくりさんを作ろうと思ったんですが、なかなか距離によってこう見え方が変わったりするもので、はい、もうパッと見て、わかるよ。パッと見て記号的にわかるようなものと思いまして、この、後ろのが普段着で、今、はい、おりますのが、よぞ行きの格好という方になっております。なるほど。やっぱり予算が違いますからね、これは。そうですね。やっぱり10倍違いますからね。はい、10倍違いますからね。なるほど。まあでも、本当にあれですね、でも逆に言うとこちらの方がなんか顔色はよくいいような感じしますけどね、日焼けして。向こうですとなんかちょっと青白いイメージがあって。あ、そうですね。よく言われます。やっぱり。まあでも、本当にね、面白い。でも、実際ね、いろいろなものづくりもしながら、SNN 映像制作部っていうふうに、まあ、タイトルにあるんですけども、この SNN 映像制作部っていうのは、どんな、部なんですか？ですね、はい、主に、まあ、マシニマを作るために、はい、こういう肩書きにしているんですけれども、そうですね、2008年に、ちょうど、デジタルアカデミアの、マシニマ講座に通いまして、はい、通うことがありまして、で、それ以来、はいはい、マシニマにのめり込んでしまったということでございます。ああ、そういうことだったんですね。でも、やはり、ね。そこから始めたんですね。なるほど。まあ、セカンドライフの中でもって面白い、こう、なんていうんですかね、ものづくりに目覚める方多いんですけども、マシニマっていうのは結構衝撃的だったわけですね。そうですね。もともとアドビのプレミアとか使ってですね、はいはい、映像の編集はやっていたんですけれども。なるほど。はい。それに、やっぱりこう、なんていうんですか、リアルだと撮れるものが、こう、限られてきちゃうんですけれども、うん。マシニマだともうセットから何から、予算関係なしでですね、ただでいろいろなものが作れるという魅力があると思いますね。まあ、場所があるかっていうのはちょっとね、時々も探しますけど、でも、見つかればね、いくらでもできますからね。そうですね、サンドボックスでも結構、うん、サンドボックスだけのシムなんてのもありますしね、そうですね、確かに、まあ。はいはい。時間は限られてしまいますけども、一瞬だけなら、まあ大規模なセットも組めるというような感じですかね。なるほど。いや、そういう形でもってね、中で遊ばれてきてるんですが、まあ実際にね、セカンドライフに入ったきっかけはそのお仕事だということですが、最初にこう、セカンドライフに入った時っていうのはどんな印象だったでしょうか？ああ、そうですね。非常にこう、画期的だなという印象が第一印象でしたね。はいはい。最初、こういうことがあるんだけどやってみないかという提案を受けた元上司とは、最初の一回は、実際に、はい、あったんですけども、それ以降、はいはい、業務連絡、業務なんかよくわかりませんけれども、業務連絡みたいなのはもうほぼ中のシムで、
どうだったっていう話をしまして、多分こうパワーポイントとかですね、そういういろんなその資料のやり取りさえできれば、多分ここで会議ができるんじゃないかぐらいのことは考えましてですね。そうですね。逆にこのね、空間の中でもってアバターを通して人に会うって、これは結構ね、最初のうち、もう衝撃的ですよね、本当に。そうですね。会ってはいないんですけど、もう会ったような印象っていうんですかね。いや、すごくわかります。今ね、今日のね、放送もこうして、もう全然違うところにいるのに、このスタジオでもお会いして、でもって放送で中継してって、これもなかなか不思議なことですからね。そうですよね。私も今自宅におりますけれど、とても不思議な気分です。いや、本当にね、多分こういうような新しい、まあ、コミュニケーションやら、また創造性のね、活動っていうものが、どんどんね、されていくんじゃないかと思うんですが、まあそういうところでもってね、セカンドライフの中で打ち合わせを進めたりとか、まあそういう形の活用っていうのは、やはりこれからもどんどんされていかれると思うんですが、実際にこの、セカンドライフのところでもって、まあいろいろな、コミュニケーションや何かされてきたと思うんですが、実際にこの、エリーさんはいろいろな活動の中でもってセカンドライフ、他にもいろいろな活動されてると思うんですが、どのような活動をされてきたんですか？いやー、それですね。ほとんど、はい、まあ、中で知り合った方々と、まあ、ゲームをしたりとかですね、はい、まあ、麻雀大会とかですね、まあ、そういうのがほとんどですね、あまりこの、うん、仕事だ、なんか考えろと言われたんですけれども、結局は自分一人で楽しんで、適当に楽しんでっていうような感じで、まあ、あえてやると、言うと、マシニマを、作ったということですかね。素晴らしいですね。作品もあるわけですよね。エリーさんの方で作られたものも。そうですね。こちらでもなんか、何回か流していただいたそうで、いや、大変もう光栄でございます。やはりね、この仮想世界の中って、例えば CG でもって、まあ、映像を作ろうとした場合に、実はすごく敷居が高い。っていうのも、まあ、敷居が高いというよりも手間がかかるというか、まあ、はっきり言って普通のですね、部屋を取ろうとした時にテーブルやコップや椅子や床とか壁とか、下手したらカーテンとかって、ね、そんなものまで全部自分で作らないとないというような空間から始まりますけど、セカンドライフだと ね、本当に楽しみながらショッピングをしてこう買ってきて、服もね、自分で選んでという、そういうような部分で、すごく、なんていうんですかね、こう、マッシュアップというか、いろいろなものが作るのに、いい、まあ、条件が揃ってるんじゃないかなと思うんですけども。そうですね、例えば CG なんかで作るとなると、モデリングから始まってですね、レンダリングやらなんやら、持ってるパソコンも相当強くないといけませんし、はい、ソフトも高いですしね。そうですね。もう何十万って、下手すと100万単位になってしまうような世界ですが、はい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 、まあそういうものがタダで作れて、うん、しかもなんて言うんでしょうね、初心者でも使いやすいというのは非常に画期的なことだと思うんですよね。このセカンドライフのね、ものづくりインターフェース、まあ結構ね、いろいろな賛否両論ありますけども、これだけシンプルにして、こう、ものが作れる、なんかこう、自分のイメージを形にできるって、これだけでもすごい発見だなと思うんですけどね。そうですよね。本当に私も、ドラムを作ったりとかなんとか、そんなものは一回もやったことがなかったわけなんですけど、はいはい、ただ動画をこう、編集するというだけだったのが、ドラマを、当時は CG の素養も何にもなくて、ここまでできてしまうっていうのは、はいはい、本当画期的なことだなと思いました。そうですよね。まあでもそのドラマを作ってシナリオを書いて結構楽しかったんじゃないですか？いやー、なかなかあれですね。まあ、リアルでは当時は編集者をしてたんですけど、こうなんていうんですかね、原稿を書くときに、はい。なんか何かが舞い降りてくる瞬間っていうのがやっぱりあると思うんですが。あります。神が降りてきますね。こうなんかね、こう、あ、降りてきたみたいなね、そういう、特に、私、活字が、の仕事が多かったもんですから、なるほど。舞い降りてきたな、みたいな感じはね、ありましたですね。なるほど、なるほど。いいですね。
でもこのね、多分その活字とか、その CG とかの大きな違いっていうのは、なんかこう何人かでこう友達と一緒にできるっていうところもあるんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょあ、そうですね。う。作品を作るにあたっても何人か、友達の協力をいただきまして、本当ね、いい、こう、特に声優さんなんかは、一人で何役もできませんから、いや、誰かに入っ確かていに。ただかないと、こう、うまく、こう、話が展開していかないんですね。で、こう、ベタな、ついついこう、ベタな喋り方になってしまうんですけれども、非常にいい演技をみんなしてくださいまして、いや、本当に助けられました。ああ、いいですね。やはり、なんて言うんですかね、この共同作業でもって、ものを作っていく。それが、このセカンドライフの中ですと、こう、見えるっていうところはね、よくね、CG なんかやっぱ綺麗なものね、上を見たらキリがないんですけど、なんか一人でコソ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 朝から晩までやってるっていう作業とは、まあ、全然違ったね、形での作業の仕方っていうのも、これもね、新しい部分でいいんじゃないかなと思いますし、やっぱり、見ながらお互いに一緒にやれるっていうのもいいとこですよね。そうですよね。やっぱりこう、共同作業っていうか、他の、こう、ネットワークサービスにはない部分だと思うんですよなね。いでこう、すよ共同作ね。業で作るっていう、この楽しさっていうのは、やっぱり、ただ言葉のやり取りじゃなくて、一緒に何か、その、ネット上で知り合った人とアクションするっていうのは、素晴らしいなと思います。確かに。まあでもね、そんな中で、まあやってきたんですけども、セカンドライフの中でもやっててよかったなとか、まあいい出会いがあったなっていうのがあればご紹介いただければと思うんですが、どうでしょそうですね、う。結構有名な方がいろいろこう、セカンドライフの中にいらっしゃいまして、例えば、私、新橋というシムに、家があるんですが、昔はおー、いいです隣にね。汐留という某テレビ局のシムがありまして、ああ、ありましたね。で、そこでこう、有名なプロデューサーの方と、喫茶店で会いましてね、そうばっじゃたりまだボーンデと。ジタル放送が デジタル放送がまだ移行するかどうかっていう時代に、直でデジタル放送についてどう思うかみたいな、こう、差しでお話ができたっていうのは非常に鮮ああ、烈ないい思でい出すですね。ね。というか、やはりそういう、なんて言うんですかね、意外な人、また、絶対ね、リアルだとどうしても会うっていうと、その機会がないと会えない人が、このセそうですカンドライね。フの中だと、なんかこう、たまたま街中歩いてたら会ったりとかね、そういうので、また、人数が少ないんで声もかけやすいですしそうですね。また、ね。プロの方っていうのはなんかいろいろ作るものもちょっと目立ってて、目立ちますよあ、ね。確かに確かにセカンドライブ確かより。に。逆にエディさんもえらく目立ちますけど。これは日本銀行の意向っていう感じですかね。どちらかというと、私個人というより。でもやはり2次元のものでも逆に3次元するってすごく難しいと思うんですよね。これだけよくできたなって実は私も驚いてまして。やはり2次元から3次元するにやっぱそこに新しいクリエイティビティがないと実はできないので、これはやはりね、エディさんのすごいところだと私はね、本当に尊敬してますけども。まあ、ああ、あこりんながとう中ございで、ます。まあ、いろんな方にお会いしたりとか、まあ、いろんな出会いがあったりとかしたんですけども、まあ、セカンドライフを、まあ、もうちょっと便利にしたいな、こうなったらいいな、っていうようなことがあれば、ぜひともお話しいただければなと思うんですけども。どうでしょう？そうですこれね。もちょっと不2便とか。点ほどありますかね。まずはこの、まあ、シニマですね。これだけ簡単に映像が作れて、しかも、かなりのクオリティのものが作れると思うんですよね。で、一時期フラッシュのアニメーションで、フロッグマン、カエル男紹介っていうのが流行りましたけど、ああ、ありまフしラたッシね、ュもなんか結構、簡単に物語作れますけど、セカンドライフもそれ以上にこう、なんて言うんでしょう、新たなこう、アーティストが生まれる素地があるんじゃないかと思うんですね。いや、あと全もうくおっし一ゃるつ通はりでですすね。ね、あともう一つはやっぱり、本当にもう日常的なコミュニケーションツールとして、例えば、まあ、極端なし、毎日ネットで同窓会とかですね、してですね、いいですね。なんか、一回離れちゃった、疎遠になっちゃった人とは、なんか昔ば、久々に会うと昔話をして、で、それが終わった頃に、じゃあねって感じですけれども、
ああ、確かに。常に今の自分でいろいろな人とこう付き合っていけるようなツールになってほしいなというのはありますね。なるほど。もうなんか手抜きじゃないですけども、Twitter みたいに俺何やってるよって言ってお前ら見ろっていう感覚じゃなくて、まあこう面と向かって会ってわーって騒ぐたり、コミュニケーション取ったりとかいうことが、まあ実際に可能になってきてるっていうのも事実ですけども、やっぱそれをね、うん、大事にしていきたいですよね。なんか私も実はもうツイッター疲れてきちゃってるんですけど。ちょっとなんか言葉だけですよね。一方通行の繰り返しですもんね。やっぱそれよりかは、やっぱりこういう、なんていうんですかね、コミュニケーション、やりとり、キャッチボールをしっかりやっていくっていうのも大事にしていきたい。逆にそれができる、まあ、インフラも整ってきたっていうのは、これからだと思うので、これからの変化を見ていきたいですね。そうですね。なんか、バーチャル居酒屋みたいな感じに発達してくると、うん、面白いですね。まあね、バーとかね、居酒屋さんたくさんあるんですけど、すごいそれはそれで雰囲気いいんですよね。行くとついついなんか長話になったり、なんか何も話さないでもその場の雰囲気にね、アバター置いてみるだけでも面白いし、まあそういう楽しみ方をね、する方が増えてくるといいですね。まああっという間にですね、時間になってしまったんですけども、本当にですね、今日はお忙しい中ね、いろいろとありがとうございます。またこれからもですね、楽しい作品等を楽しみにしておりますので、これからもよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。はい、今日はどうもありがとうございました。